25ドルの前金で買った男は、それさえ教えてくれれば、この金は立派に役に立つ。このあのテレビ。いや、それは侍の端くれとして、それだけはできる。俺に変なのかよ。どうも。いい加減にしろよ。女だろ？え？俺たちは女を抱きに来たんだろ。違うと思うけども。そんなにたっさん。これから女か。立った、立つぞか。そのために俺たちは朝から苦労に苦労を重ねてるんだ。何も分かってないんだよ、このところ。そうか、女か。すっかりご無沙汰だな。3人でたっぷり遊んで。歩くの嫌やけども、嫌な時なら朝歩いとかんとも嫌になるけどな。そう、朝のうちに歩いとった方がいいわ。豆腐のおからみたいに絞って絞って、からけずの上まで返さない。おから横丁ってのはどこのことさ。金がないならこの位置を置いてとっとと帰んな。つまきにされてお堀に放り込まれたって知らないよ。おい、こら。おい、なんだ、まるで話が違うじゃないか。おい、静かにしろ。よし、バカな真似やせ。こいつの親父はな、盗賊改の長谷川平蔵だぞ。ここにいるか。そうとも、長谷川平蔵のせがれ、長谷川達蔵とはこの男だ。長谷川平蔵、聞こう、本当に鬼兵の。私はもう諦めているのです。あなたは父上の子です。長谷川平蔵のせがれです。今さらお名を遊びをするなとは言いません。巣鴨で金子を借りるなとも申しません。もう諦めましたから。それはそれはありがたき幸せ。ただ遊び先で長谷川平蔵の名を持ち出すとは何事ですか。もう筒抜けですか。あなたがどこで何をしているか何もかもお見通しです。またそれだけ今のあなたのことを皆が案じているのです。ありがたいと思いなさい。いや、そう言われても。とにかく二度とああいうところで父上の名を恥ずかしめてはなりません。いいですね。わかりましたね。母上、ナスを食いすぎると毛が抜けるというのは本当ですか。鬼兵と聞いて臆病風に取り憑かれたわけではない。たぶん人殺しというものは剣の道でいう間合いというものが何よりも簡単。一瞬の間合いが全てを消す。長谷川達郎か。はあ、その一瞬もう達郎は切り落とされ、刀は鞘に収まった。それぐらいの間合いで進まねば、なかなか人は殺せぬものなのだ。ところがな、相手は青い顔をして朝から下痢が止まらんというのではな、宮本武蔵の腕をもってしてもなかなか。それで次はいつ。いや、何、相手に行ってこの仕事は気乗りがせんのだ。おりなさると。妻、預かった金は返す。といってもな、実は少々使い込んでしまってな、足りない金はいつか必ず返す。とりあえずはこの24両だけ受け取って面白い。
葬式もあるしね。それから数日、盗賊直野七郎に関する情報は全く途絶え、その足取りを追う相模の彦十をはじめ密偵たちの顔に焦りの色が濃かった。だがその手がかりは全く予期せぬ意外な筋から再び平蔵のもとにもたらされる。その格好は。いや、これにはいろいろと事情がある。そうだ、そうさ。あんた今打ち合わせがないか。金ですか。実は今朝から何にもここに入れておらんの。さっきから腹の虫がピー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 うるさくてかなわんかなわん。食物価何でも高い、特に食い物は高い。左官の土子のぐらいではとても暮らしがやっていけん。あの借金を返済したら江戸を出る。同じ貧乏暮らしなら田舎の方がよほど楽だ。その借金、私が肩代わりしようじゃないですか。あんたが？その代わり、一つだけ聞かせてください。お？何？あなたに金を貸し、私を殺そうとしたその男はまだこの江戸に潜んでますか。まずいな、非常にまずい。どうして？裏切りだろうが。たとえ相手が盗人でも。盗人？あ、いや、これは例えばの話だ。盗人なんだ。そうなんだ。貴様、盗人に金を借りたんだろう。いや、だからさ、あいつ、おい、一人で役所に突き出そう。